ヤン・ズバルテン・リク。ヤン・ズバルテン・リクは第二次世界大戦中にユダヤ人のリトアニアからの逃亡を手助けしたオランダの実業家であり外交官。ズバルテン・リクはリトアニアにあるオランダ企業フィリップスの工場の監督であった。1940年5月、オランダはナチスドイツに占領された。1940年6月19日、彼は オランダ亡命政府の非常勤領事でもあった。ズバルテンリクの上司はチューラトビアオランダ大使のドゥデッカーであった。1940年6月、リトアニアとラトビア、エストニアはソビエト連邦による軍事侵攻を受けて占領された。この時、リトアニアに居住していたユダヤ系オランダ人らはズバルテンリクにオランダ領東。 インドへの詐称を発給するよう求めた。トゥデッカーの許可を得て、ズバルテンディクは彼らを助けることに同意した。話は広まり、ドイツ占領下のポーランドから逃げ出した、ユダヤ人もズバルテンディクの助けを求めた。ズバルテンディクは、数日の間に、補佐官の助力を得て、ユダヤ人に対し2200枚を超えるオランダ領東、インドにあるキュラソー行きの詐称を発給した。その後、 亡命者らは日本国領事の杉原千宗に助けを求め、杉原は公式の外交方針に反して彼らに日本の通貨詐称を発給した。これは多くの亡命者らに対してリッアニアからシベリア鉄道を経由して極東へ逃れる機会を与えた。7月16日以降の3週間、ズバルテンリクは2400枚以上のキュラソー行きの デファクト詐称を書き上げ、ユダヤ人らは、さらにそれを書き写した。助かった多くのユダヤ人は彼を、ミスター・フィリップス・ラジオとしか知らなかった。ソ連がリトアニアを併合したとき、ソ連は、フィリップス社の事業所とカウナスの大使館を呼び、領事館を1940年8月3日に、閉鎖した。ズバルテン陸は占領下のオランダに戻り、アイント方ンにある、 フィリップス社の本社で退職まで勤め上げた。彼は、この件に関して口を開かなかったという。ズバルテンディクは1976年に死去した。1996年、イスラエルのエルサレムにある個人員であり、職業訓練校でもある、エルサレム少年の町は、アメリカ合衆国ニューヨークのトリビュートディナーの席上で、ズバルテンディクを検証し、人道上の倫理と価値のために、 ギャンズ・バルテンディック賞を創設すると述べた。この賞はマニュエル・ケソン大統領及びフィリピンの人々をはじめとして他のホロコース時の救済者にも授与された。1997年にはヤドバシェムがズ・バルテンディックを諸国民の中の正義の人として検証した。フィリップス社長のフレデリック・フィリップスも検証されている。2012年9月10日、ズ・バルテンディックは 危険を顧みずに命を救ったことで、リトアニアにて検証された。ありがとうございます。